どうした谷垣。くそ、仕留め損なっていたか。尾形上等へ。三島かな。尾行には気をつけていたのに、鶴見中尉が追ってくる前に谷垣を殺しておかなくては。奴の頭は撃つな。早いな。一目置かれるどころか上官から危険視されていただけのことはある。三島です。やはりさっきの銃声は追跡に気づかれた三島と大方が交戦したものだったようですね。二階堂は生きてるようです。よしよし、頭をぶち抜いて。よし進め。くそ、わざと警鐘を外して足止めしてやがる。北へ逃げたぞ。おい、こうなってはもはや尾形上等兵も二階堂も俺を追う理由はなくなった。片耳だとどうも釣り合いが悪い。美男子の条件は左右対称だ。新選組なら逃亡した時点でお前は切腹だ。アイヌの刑罰には耳と鼻をそぎ落として追放というのがあるらしい。第七師団は間を取って耳と鼻をそいだ後に切腹だな。造反者は他に誰がいる。名前を言え。二階堂。この花はやはり裏切り者の花だったか。道理で気に食わない形だ。貴様の顔で福笑いをやってやろうか。どうぞみんなと楽しんでくださいよ、鶴見中尉殿。杉本を殺させてやる。そこにいる神谷です。ちょっと待って、デタラメだ。道理でその花。また会おうぜ鶴見中尉殿。